どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、オイルの違いについてやっていきたいと思います。で、オイルって単純にこうヘアケアのオイルだったりとかスタイリングのオイル、まあ大体ざっくり言うと2種類なってるかなと思うんですけど、それの特徴の違いをまずやっていきたいと思います。で、今うちのサロンで使ってるのが基本的にこの2つ、大体僕は使ってるんですけど、これケラスターゼのオレオリラックス、こっちがモロッカンオイルで、これがどちらかといったらそのトリートメントオイルっていう言われてる部類です。で、これは何かというと、まあ単純な話、髪の毛を補修してくれるっていうオイルですね。なのでスタイリングとしてちょっとこう、例えば髪の毛がしっとりするとか、まとまりがあるとか、潤いがずっと続くっていうものではなくて、どちらかと言ったら、本当に髪の毛のそのダメージを直していってくれるっていう効果があります。で、逆にこちらが、スタイリング用のオイルで、こっちが、ポリッシュオイル、ナプラサンドですね。で、こっちが、僕が作ったベイビーヘアオイル、これは、一応スタイリング用のオイルで使ってるんですけど、で、これはどちらかと言ったら、髪の毛をこう、まあ、さっきの反対ですよね、髪の毛をずっとまとめてくれるだったりとか、こう潤いをずっとキープしてくれる。で、オイルって基本的に、まあ、紫外線だったりとか、いろんな外的なこう刺激とかも結構抑えてくれる要素が両方ともあるので、ただ単純にこう補修をしてほしいんだったら、髪の毛綺麗に戻していきたいんだったらこっち、単純に髪の毛をスタイリングとして1日まとめたいんだったらこっちっていう考えで選んでいただければなと思います。本当になんかシンプルな考えなので、1日持たせたいんだったらこっち、髪の毛直したいんだったらこっちみたいな。じゃあ両方使ったらどうなのって思うんですけど、両方使っても全然 OK です。乾かす時にこっちを使うで、乾いてスタイリングした後にこっち使うってなると、髪の毛の補修もできて、1日長持ちできる、潤いだったりとか、まとまりをキープできるっていう方法になってますので、一応その使い方で使っていっていただければなと思います。で、まあ、単純にこっちをスタイリング用のヘアオイルなんですけど、これを乾かす前に使ってもらっても別に OK なんですけど、補修もしないので、まあ一応ドライヤーの熱だったりとか、そっちも守ってくれます。だから、まあこっちだけでいいんじゃないのっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、あくまでも補修メインはこっちなんで、こっちを使ってもらえるといいかなと思います。だから本当はちょっとめんどくさいですけど、両方ある方がオイルはいいかなと思います。で、簡単なちょっと成分の違いについてやっていこうと思います。オイルって大体3種類に分けられるんですよ。植物性と動物性で鉱物性っていうのがあるんですけど、まあ単純に、植物性っていうのは、椿油だったりとかオリーブオイルだったりとか、これに入っているアルガンオイルとか、結構、本当に優しい系のオイルですね。で、少し質感はちょっと軽いかなと思います。で、頭皮に使ってもらっても全然 OK なので、ちょっと乾燥してる、頭皮が乾燥してる時に少しつけてもらってもいいかなと。あんまりつけすぎるとベタベタしちゃうんですけど、でも基本的にこう揮発っていうか、なくなってくれるので、まあ問題ないかなと思うんですけど、もしそれで荒れちゃったら病院行ってくださいそれは人それぞれあるので、まあみんながみんな使っていいっていうわけでもない、一応大丈夫って言われてるんですけど、みんながみんな使ってしまうと、ダメな人もいると思うので、まあ使うんだったら最初は少量だけ使ってもらって、もし本当に頭皮の乾燥を気になるんだったら、ちゃんと頭皮用のトリートメントだったりとかを使ってください。一応これでも大丈夫とは言われてますっていうのがあって、で、まあ質感的にさっきも言ったように少しだけ質感は軽めのオイルになってます。で、次に、動物性オイル、動物性って例えばバー油とか皆さん聞いたことありますよね。バー油とか、スクワラっていう成分が入っています。で、それは髪の毛に入れてあげると少ししっとりはします。まあ、くせ毛だったりとか、まあ、結構ダメージもの方に結構僕はおすすめかなと思います。で、もう一個鉱物油性のやつは、代表的なワセリンとか、あとベビーオイルってあるじゃないですか、ジョンソン&ジョンソンのあれとかが、鉱物油系のオイルです。で、どちらかというと結構、まあシリコンとかを結構しっかり入ってるやつなんで、結構シリコンで皆さん聞いたことあると思うんですけど、つけてあげるとかなりまとまります。
綺麗にまとまってくれるので、まあ本当に広がりやすい方だったりとか収まりが欲しいっていう方は結構鉱物性のオイルを使ってあげると、結構まとまりがあるかなと思います。まあ動物性と鉱物性のやつは、まあ、好みがあると思うので、まあ、使い分けてもらったらいいかなと思うんですけど、一応、代表的なやつがそれがあるので、であのそれの使い分けによって髪の毛のデザインだったりとか髪質によって使い分けていった方がやっぱりいいかなと思うので、でまあ、どちらかというと植物性のオイルだったりとかを使いたい方は、髪の毛がちょっと柔らかい方だったりとか、軟毛の方におすすめです。で、動物性と鉱物性っていうのは、まあ、くせ毛の方だったりとか広がりが出やすいとか、すごいダメージが出てるとか毛先にとか、そういう方におすすめなので、まあ、こっちはちょっと好みで使っていってもらったらいいかなと思うんですけど、合わせてよかったら覚えてみてください。オンラインサロンを、今度2月5日に、オープンしました。でこういうこと、本当になんか誰に聞いたらいいのっていうことってあるじゃないですか。自分ってこういう髪質だけどこれって合うのとか、なんかそういうこととかをオンラインサロンで僕らがこう、答えていったりとか、まあこの新作のやつ使ってみたんですけどこういう方におすすめですよとか、なんか、そういうことだったりとかを、発信していくようなサロンにしていきたくて、今日言ったオイルの使い方だったりとか、まあ、髪の毛に対しての知識を上げたい方だったりとか、まあ、例えばじゃあ髪型こういう風にしたいけどどういう風にしたらいいのとか、なんか本当にその髪型のレパートリーですよねとか、まあなんかこういう髪型似合うかなとか知識を得れるような、サロンを、作っていってますので、概要欄に、リンク貼っときますのでよかったら入ってみてください。もうかなり密にいろいろ話せるかなと思いますし、そちらで結構コメントだったりとかも結構受け付けてますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。で美容師さんだったりとかも、僕らがやってる活動だったりとか、まあこういうのが流行るんじゃないかなとか、もうそこでしか言えない情報だったりとかを、今後発信していきたいと思いますので、よかったら美容師さんも入ってみてください。この動画良かったら、高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。